子供の頃の夢第1位は平和を守るスーパーロボットの開発、第2位はタイムマシーンの発明、第3位は10位でした。ストームチェイサー、万能気象追跡マシンです。偉大な才能は凡人には理解できないのです。生体反応分析器です。スーパーアブソーベントポリマーガン、通称サップガンです。土の子を探そうと作ったユーマ探知機です。僕は小学校でカオス理論の高次元定理を発見した松戸シーン博士ですよ。できないなんて言わないで。何もしないうちからできないなんて言いたくないです。そう思う私たち SSP サムシングサーチピープルはいつだって不可能に挑戦します。いつだって好奇心が新しい世界のドアを開くんだって、そう信じています。そんな私たちの合言葉、それがネバーセイネバー。怪獣、 UFO、 幽霊などどんな不可解な出来事も私たちにお任せください。今なら視聴ありがとう。ガイさん、もっとちゃんとカメラで追っかけてくれないと。いやいや、ちゃんと追っかけててよ。ほら一回戻して。ネバーセイネバー。ほら、ここずれてるじゃん。これでか。はい、もう一回。もう一回。シンくんがいてくれたらこんな苦労しないのに。全品検査終わります。おお、手伝ってくれてありがとうよ。助かったよ。はい、こっちも回ります。おっ、おい、相変わらずチェックが厳しいね。安全第一です。それに小船さんは単なる部品とは思ってませんから。バネは人間と同じだ。どんな苦難に押し潰されようとも、それを跳ねのける力がある。おお、小船製作所のスプリングは軽くて丈夫。そりゃうちのメカニックも一目置くわけですね。これで全部です。行きますよ。社長、行ってきます。あ、ちょっと運んできます。あ、気をつけろ気をつけろ。さあ、明日から改良品の開発だな。また Z ビートル用のスプリングに改良加えるんですか。それよりロケットモーターの開発、他と同じじゃ退屈じゃないか。それにうちは今までバネ一筋でやってきてるんだ。これからもバネで勝負してるんだよ。その精神大好きです。この先もすごいスプリングを作り続けてください。うん、シン君がいつか作るって豪語している今までにない災害救助用ロボットの部品も最高のバネを用意してやるからよ。さあみんな、納品も終わったし、いつものをやるとするか。よっしゃー。
シンくん、はい、ナミちゃんたちも呼んでも構わねえぞ。いいんですか。どうせやるなら大勢のが楽しいもんな。おい、うまい。おかわり。お兄ちゃんいい食いっぷりだな。地球の焼きそばで一番うまい。よく似た。よし、この焼きそばの作り方を伝授してやろう。ほいとか。このコテをうまく使って素早く丁寧に麺をほぐす。そして秘伝のタレ。やってみろ。ほい、はい、ほっ、そう。熱いやつ頼みます。小舟さんの特製焼きそばを食べるとお仕事に一区切りがついたって実感が湧いてきますね。景気の悪化でうちも大変だったけど本当に良かったよ。あの時ビートル隊のコンペがなかったらどうなってたこと。ああ、でもそのコンペよく OK しましたよね。 Z ビートルって戦闘機じゃないですか。小舟さんそういうの嫌うっていうか。俺は命を救うために技術を提供したんだ。戦うためだけの用途だったらここが闇に染まっちまうってもんだろ。空の贈り物。これはすごいです。見たことない巨大ロボットですよ。なんなのこれ。この高貴な色、竜神って感じが最高です。じゃあさ、ギャラクシードラゴンって名前にしようよ。ギャラクシー？ああ、宇宙から来たとは限らないのにですか。彼の名前はサルバトロンです。ちなみにイタリア語の救世主からの発想です。その場の発音がいかにもおしゃれでしょうみたいな感じで全然気に入らない。見当違いのネーミングよりマシです。ギャラクシードラゴン、あ、いいじゃない。痛いです。ちょっとサルバトロン、サルバトロンです。どうでもいいことで喧嘩なんかしないでよ。言い過ぎました。ごめんなさい。俺もムキになってごめんな。僕たちの喧嘩を止めてくれた。こいついいやつじゃん。ギャラクトロン。え？ギャラクシードラゴンとサルバトロンが合体した時、新たな勇者が誕生する。その名はギャラクトロン。あなたの名前はギャラクトロンだからね。あ、キャップ素手で触っちゃダメですよ。未知のものなんですから。あ、ごめんごめん。なんかくすぐったいんだけど。大丈夫か。ちょっとびっくりしただけ。気のせいかもだけど強い意志を感じた。この世界の平和を守るって。じゃあもしかしたらギャラクトロンとオーブが仲間になって怪獣と戦って街を守るとかっていうのもあり得るってこと。小舟さん、あのロボットを僕たちで調べませんか。それはいい考えだな。俺んとこに来たからには覚悟しろよ。
降りろ降りろって。解析結果のデータはビートル隊に提供しますから、僕たちに最後まで解析をやらせてもらえませんか。渋川さん、あの、はい、俺からもお願いします。この通りです。いや、社長にそこまでされたら許可しないわけには。ありがとうございます。でもね、あの、最低限の安全対策はさせてもらいます。ああ、全て未知の物質か。物理法則を無視したパーツがあちこちにあるぞ。こんなすげえもんどっから来たんだ。から来たって、おい、宇宙からじゃねえのか。ああ、解析結果を見ても大気圏を突入した形跡は一切ありません。とても宇宙から来たとは考えがたいです。別次元の文明が作ったものかもな。その可能性も否定はできねえな。まあ、ここをよく見てくれ。成分は分からねえが、これはゲル状のバネだぞ。こんなとんでもねえもん世界中探したって誰にも作れやしねえ。社長、この音なんですけど。特殊なソナーを使って地球の様子でも探ってるんじゃないの。きっとこの星の環境を調べてるんじゃないでしょうか。何とかコミュニケーションを取る方法を見つけ出さないといけませんね。師匠、準備できたぞ。よし、おい、みんな来てくれ。はいはい、これを両サイドに置いてくれ。はい、芝生は向こうだ。わかりました。田村はこっちだ。はい、頼むぞ。はい、はい、僕の名前は松戸慎って言ってみたものの、言語学習機能は備わってるんでしょうか。どこから来て何を目的としてるんでしょうね。これほどのロボットなら災害救助でも大活躍できそうです。でも悔しいですが、今の僕の技術じゃこれは作れませんね。初めて会ったのは小学生ロボットコンテストの審査員をやった時だったかな。あいつが1年生の時、返答なロボットを作って参加してよ。もちろん入選なんかできなくてよ。悔しがって泣きじゃくりながら一生懸命俺に質問してきやがってよ。で、1年後入選したよ。いつかきっと人の役に立つ究極のロボットを作るんだって豪語してたっけな。ですね。昨日の残りのやつですか。いや焼きたてだよ。マスター、いただきます。お、うまいっすよ。だろ。うん。そうだ。こっちもいいよ、食べて。ちょっと目にして朝から。食べろよ、若いんだから。うん。音が止まった。何？活性化してます。
あの中に。何？完了した。各地で起きている紛争、差別、残虐さを理解した。キャップの声だ。この世界のために争い全てを停止させる。何言ってんだよキャップ。違う、やつに精神を支配されてるんだ。別の世界でもそうしてきたように、全ての争いを止める、すなわちこの世界をリセットする、それが我が使命、我が正義。リセットってまさか。不法投棄ってこと。
何か間違えたのでしょうか。立つんだ。俺たちは渋川さんに取り込んで解析させてもらった責任がある。何ができるかわからねえが、トガスイート制御ほっとくねえだろ。さあ行くぞ。社長、あとは俺たちが。ゼロさんの親父さんなんだ。そして今日の怪獣はマガゼット。かつて俺が倒した光の魔王子マガゼット。こいつとの戦いで俺は大きな代償を払うことになったんだ。次回も見てくれよな。地球の生態系をリセットしようとするギャラクトル、こいつを止めるには俺があの力を使いこなすしかない。闇と光を結びし最強の力、ナオミを助けるためには今はこれにかける。次回ウルトラマンオーグ、ネバーセイネバー。